おはようございます。おはようございます。はい、というわけでやってまいりましたね。やってまいりましたね、はい、スーパーライトジギング。はい、うん、場所は鹿児島県です。はい、はい、九州ですよ。九州ですね、はい、という感じで、まあ、鹿児島県のカリンさんにお世話になりまして、錦江湾のスーパーライトジギングやっていきましょうか。はい、はい、結構釣果もマダイメインで釣れてるらしいんでですね、はい、これ期待できるんじゃないかなと思ってます。まあ、使うジグはね、ジャックワイの、マキの実と、TG スイムですね、はい。まあ、その辺ちょっと使いながら、まあ、ちょっと状況がね、分かんないんで、いろいろ探りながらやっていきましょうか。はい、うん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします、はい。速攻釣れちゃうんじゃないか、これ。来た。おお、いきなり。おお、いいんちゃうんすか、それ。これ、いいんじゃない？これは幸先いいっすね。一投目よ。多分、根魚か、マダイ。でも、マダイにしては戦うから、多分、根魚っぽいっすけどね。あ、見えてきたっすね。おお、いいサイズ。おお、いいじゃないですか。よいしょ、ナイスシュー。ありがとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。いやー、船長最高です。いやー、いや、あのね、ちょっと喋りたいんですけど、一投目でびっくりしたらあんま喋れないっす。はい、いや、ちょっととびっくりしたの、これジャックアイマキノミの 30g の、ケイムラ赤ミドキンブルーグローベリー。ちょっと長いですけど、はい、まあ、でもグロー効いてるんちゃうかな、この腹のね。え、もうフォールした瞬間着底ズドンです。めっちゃ引いたっすね。グレードも効いてる。グレードも絶対効いてますわ、これ最高っす。面白いわ、いきなり。イエス、錦江湾やべえな。やばいっすね。ちょっと住民票明日移そうか。とりあえず住みます、ここに。はい、僕も一緒住みます。あ、一緒に住もうか。一緒住もう、ね、ルームシェア。うん、スーパーライトおもろ。でもやっぱり他のその外海と違って錦江湾ってなんかちょっと濁ってるから、なんかほんまにそういうシルバーのグローの要素を入れたりとか、ミドキン系の方がいいかもしれへんね。そのマキノミやっぱシルエット小さいですからね、鉛やのに。ほんまにタングステンと見劣らないぐらいのコンパクトシルエットなんで、ほんまどんなターゲットでも OK です。コンパクトシルエットは正義です。一旦今 TG スイム、 TG スイムに変えちゃいました。ちょっと横でいっぱい釣られちゃったんでね。はいはい、高いジグにしちゃおうかなと。次ギッタンが釣ったらそこ変えるわ。この水深で60おるらしいですからね、マダイ。やばいっすよ。結構マダイはただ巻きメインの誘いにはなるんですけどね。やっぱりフォールとかでも来ますもんね。だからさっきから結構ボトムをフォールメインで攻めてるんですけどね。まあ巻きの実ブレードがね、後方についてるんで、ただ巻きの時にこうしっかり動いてくれるっていうのはあるんですけど、今僕がやってるのはこうやってちょっと小気味よくジャークさせてからのロングフォールを入れる。これもね、実はブレードめっちゃ効果あるんですよ。こう揺らしてる時もしっかりこう光のその反射で魚を寄せるっていうのはもちろんあるんですけど、この大きいフォールの時ですよね、時にそのジグの動きと相まってブレードもしっかり動いてくれるんで、落とすだけでハイアピールです。神です。風が一切ない、超なぎです。もうどなぎやね、はあ、すごいわ。船酔いの心配ゼロですね。ゼロです。ノーアネロンです、はあ、あ、飲んだわ。それもう乗る前に飲んでましたね、しっかり完全飲んどったね、はあ。
しょい。おおお、これはそこそこいいんちゃいますか。これいいっすね。今5メーターぐらい上げてフォールかけた瞬間に持ってきましたね。あ、でかいでかいでかい。いいサイズ。ありがとうございます。終わったー。めちゃめちゃ丸い大物旗ですね。タングステンですよ、やっぱ。まあ、TG 水分ですね。泳ぎと、ちょっと大きめのブレードをつけてます、今回。アビュー力重視で。いい感じだったっす。いやでもAサイズやったね。いやよかったっす。最高や。さっきのはただ巻き？ただ巻きで一回止めてフォールかけようとした瞬間ボッと持ってったんですよね。ストップ入れた時に。ストップ入れとった時です。真似しまーす。おお。きたー。結構早巻き？結構早巻きっすよ。うん、あれボトムついて、あ。え、何もかかってないよ。え、何どうしました。なんかいやいやいや、なんかちょっと背中痒かったから。あ、痒かった。だいぶ動き激しかったですけどね。まあちょっとだいぶ激しめに痒かったんですかね。蚊に噛まれたから。あ、なるほど、うん、ね。やったっすね。やりました。あ、おお、なんもないですよ。え、なんもないですよ。今合わせてなかった。あ、じゃあアクションっす。あ、アクションか、そうか。大きくしゃくってみました。なるほど、はい、大事やね。大事だと思うんですよね。本当に潮目なだけあってめちゃくちゃいい感じで潮噛んでますね、ルアー。これは釣れそうです。赤な、オッケー。これはめちゃくちゃ良かったんちゃうんですか。おお。もうほんま、本当にバレないで。本当に脳裏をよぎる不安が。ただ巻き中です。結構着底して巻いてすぐ来ましたね。あ、赤いやつですね。赤いやつですね。あ、とりあえず1本目赤いやつ来ましたよ。ありがとうございます。とりあえず本命まだ1本目ですね。ほんと潮がいい感じで噛んで、あ、釣れそうと思ったら来てくれましたね。タングステンいい仕事してくれますね。おお、連発。おお、これは A タイじゃないですか。ああ、絶対バラさへん。もう緩めちゃう、ドラグ。ちょっとこれはええんちゃうんすか。あ、いや、よかったっすわ。いや、お、あと 13m ですね。いや、よかったっす。これ目魚ですかね。あ、見えてきました、見えてきました。あ、大物。あ、大物ですね。あ、いいサイズですね。よかった。おー、ありがとうございます。いい大物旗が来ましたね。また TG です。しかも今回もがっぽりいっちゃってますからね。見えるか、これです。わわ、もう丸のみです。これバレへんですね。これだんだんジグ合ってきてるんですかね、こんだけ食うなら。よかったっす。一旦が TG でバカ釣るからTG に変えたよ。あ、変えちゃいました、ついに。ついに変えちゃいました。ついに変えちゃいました。はい、TG ハマってますね。 TG やばいね。やっぱりそのシルエットってやっぱちっちゃいやんか。ですね。でプラスその泳ぐね。あ、確かに。スイムは、うん、スイムは泳ぎますもんね。そうそうそう。コンパクトシルエットで食わせる力強いながらもしっかりアクションして泳ぐから。
アピール力が高くて、もう寄せる力すごいですよね。せやね、魚を寄せる力がほんまにすごいと思う。お、きた。おお、変えてすぐですね。ほんま TGC も強いわ。フッキングした時止まった。いやー、いいよこれ。いいやんか。TG スイム強いな、やっぱ。なんでしょう、なんでしょう。さあ、なんでしょう。お、これも？これも。よいしょ、大門です。あー、大門マンションに入ってきましたね。大門マンションです。はい、今回も、大門肌ですね。はい、で、今回はこのリアフックに食いついてきてますね。まあ、TG スイムはスイミングさせて、で大門ハタは結構ね UL 強いんで、後ろからガブって食ってくる時もあるんで、リアは絶対つけた方がいいと思います。はい、最高。コツンってなったから合わせたら止まった。あ、おっしゃヤザカナのマンションの上を多分今通過してると思う。今マンションですね、うん、タワーマン、タワーマンに住んでる。そうそうそう、ここ市街地やから。ヤザカナの中でも高所得者の方々が住んでるから、やっぱ裕福な体してましたもん。だいぶ裕福やね。ええもん食ってるわ。きた。おお、ただ巻き中に。いいっすね。ただ巻き中です。あー、おもろ。めっちゃ叩くやん、めっちゃ叩くやん。なるほどね。 はい、ありがとうございます。はい、ついにマダイ登場です。はい、ただ巻きやったっすね。はい、もう TG スイムのブレードなしで、まあリアとフロントどっちも貼り付けて、もうこのただ巻きしてたらゴコゴコって入って面白い。マダイ面白い、最高。 TG スイム 60g のシルバー親子ゼブラ、まあ、さっきタイ釣れたんも、はい、ほんまにただ巻きやったからな。でしょうね、うん、やっぱりマダイってこう直線的な動きの、はい、そのターゲットにめっちゃ興味示すやんか。タイラバとかもうほんとそうですもんね。そう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 、だからそのケツからやっぱガブガブってこうかじりながらこう噛んでいくから、はい、ほんまにこう、なんやろな、等速巻きでその中でアピールできる自分が。そう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 、あ、魚かも。ああ僕も魚と思ってました、さっきまで。あ、取れた取れた。来たっすわ。おおおお、来たね。来たっすわ、来たっすわ。根掛かり外した瞬間にちゃう人に行くっていうしかもまあまあでかいっすよこれ。ええんちゃう、だいぶドラグ出てるよ。何こいつ。あ、そこだぞ。頑張れ頑張れ頑張れ、上がれ上がれ上がれ、頑張れ頑張れ上がれ上がれ上がれ。あー、出されてる。何だろう、何が食ったの。目に入ったか、これ。目に入ったっぽいっすね。あ、消えた。あ、何やった。すいません、切れました。何やったんやろ。バリでかかったっすよ。でかかったね。でかかったっすね。やらかしました。大丈夫や、大丈夫。今のはしゃあないわ。あんだけこすられとったら。何やったんですかね。すいません。パワー負けでした。できても。追いかけてきてた。何今の。めっちゃ早巻きで回収してたら来たんで。こうやってやったら来るんじゃない？ほら来た。ほら来た。来るんじゃない言ってたら。
超高速巻き。根には潜らせへんからな絶対。あーだすー、おー、おっきい。はい、大物旗釣れましたね。まああの巻きの実でね、ちょっと速いスピードでガーって巻いてたらゴゴッと入ったんで気持ちよかった。やっぱ大物あれですね、遊泳力強いから本当にただ巻きだけでも全然食っていますね。ナイスサイズです。ああ、おお、当たりましたね。あ、いや、アクションっす。アクション、はい、まだ言うか。はい、もう当たりました。ごめんなさい。ほら、早いっすね。答えが早い。なんやなんや、めっちゃ固まっとんな、ここなんですか。根魚っぽいっすね。あー、ぽいね。あー、しかも結構良くないですか。大門でした。あー、いいっすね。ありがとうございます。ただ巻きっすね。結構追い食いとかいろいろバイトがあったんですけど、まあ、これはちゃんと乗ったんですけどね、他にもまだバイトいっぱいあったんですよ。で、しっかりリアフックにかかってます。なんだこれ、来た、来たっすけど、来たっすけど暴れないっすね。暴れないですね。暴れない。よいしょ。よいしょ。ちっちゃい。ちっちゃい。おっ、来た。おおお。でもなんかこれよりかはでかそうですね。ああ、回ってるわ。回ってました。はい。まあまあまあ。はい。という感じで。めっちゃ釣れます、はい、もう数釣り最高ですね。おもろい。マジでおもろい、うん、やっぱりこのフラッシング効くね。効きますね。あ、間違いない。間違いなく今日はこれですね。スーパーライトにはブレード必須です。はい、イエス、はい、はい、というわけで、はい、お疲れ様でした。めっちゃ楽しかった。ちなみに今日何をメインで使われてたんですか、うん、ずっと。僕はずっと、まあまあ、あの途中 TG スイムも使ったけど、はい、まあ、ジャックアイ巻きの実、うん、のやっぱりこのあれやね、60、50あたりのミドキンとか濃いめのカラーを使ったけど、はい、ですね、うん、僕ももうほぼ1日通してジャックアイ TG スイムのミドキン、はいはいはい、でブレード付きやったですね。ブレード付き、やっぱこのブレードが効くんかな。やっぱ効きますね、うん、でちょっと気持ち大きめのやつを僕はずっとつけてましたね、はいはいはい、まあほんまにスーパーライトジギングほとんどただ巻きで来てたし、もうブレードは必須やね。間違いないです。いやでも金庫は最高です。またぜひもう一回来てください。絶対来ますよ。お願いします。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。来た、おお、いきなり、おお、いいんちゃうんすかそれ。これいいんじゃない。これは最速いいっすね。止めよう。